こんにちは、癖が強い不動産研究所です。今日の内見の場所は、都内でも屈指のおしゃれな街と知られている人気の、自由が丘、駅です。このチャンネルではボロボロ、行商、変わった間取り、ガレージ付き、タワーマンションなど癖が強い不動産を紹介していきます。普通の不動産を希望の方は、ご遠慮いただいた方がいいかもしれません。さて、今日の物件は、自由が丘、駅より徒歩6分、仕様によると、1DK と 1SDK の2部屋です。1DK は、わかるけど、1SDK って、S は、サービスルームの略で難度扱いの部屋になります。でも部屋としても十分使える広さがあるので安心してください。今回の物件もなかなかの癖の強さのようで、部屋の中の階段が長いらしい。階段が長いってどういうこと？何にしても、今日も大腿四頭筋が鍛えられそうです。到着しました。外観は、コンクリートの打ちっぱなしのデザイナーズ賃貸です。南と西の比較的広い道路になっていて、幅は広いですが、車がバンバンと通る道ではないようです。駅徒歩6分の近さですが、周りは完成そのものです。メイン開口南なので、日当たりは良さそうです。ここは、ゴミ捨て場です。こちらは、自転車置き場です。道路に面していますが屋根付きなのがいいですね。宅配ボックスもあります。ただ、ボックスの数が少なく不安です。オートロックなのは安心です。廊下もコンクリートの打ちっぱなし仕様でおしゃれです。ここ上がります。あ、間違えました。25で一つの階段を使うようです。恒例の階段です。もう慣れました。人間の慣れはすごいです。おーおー、なんだ、この階段は、3階分くらいの高さがありそうです。エスカレーターが欲しいくらいです。家の中でこの長い直線の階段は、そうそうないです。まさに癖が強いです。こちら入ります。ここは水回りです。電気が止まっていて少しくらいですが、ご容赦ください。お風呂は、ガラス張りの丸見えパターンです。浴槽広くて半身浴できます。女性の方が長風呂しそうで危険です。洗面です。鏡の裏が収納タイプのものです。これは嬉しいですね。洗面下ももちろん収納できます。こちら洗濯機置き場です。壁と洗面台があるため、大容量のものは置けない可能性があります。こちらトイレです。ウォシュレット付きです。上部には釣り戸棚があります。上は吹き抜けになっていて開放感があります。でも上から着替えが丸見えです。いよいよ上へ行きます。ダイニングキッチンです。広さは 6.1 畳とのこと。左のスペースが気になりますが、まずキッチンを見ます。システムキッチンでファミリータイプでも通用する広さです。釣り戸棚です。もちろんシンク下もしっかりとあります。
コンロはガスの蓋口タイプになります。引き出し収納があるのはポイント高いです。こちらも2段になっていて収納力アップです。なんとこちらの収納も2段です。これは嬉しい。さっきから気になっているスペースへ行きます。ここは一応ロフトのようです。ロフトといえば階段で上がるイメージですが、このような形もあるのですね。広さは 2.3 畳です。寝るには十分なスペースですが、キッチンの隣なので微妙な感じです。そしてここから洗面を覗けます。結構な高さです。3メートル近くありそうです。酔っ払って落ちたらただじゃ済みません。さあ、いよいよ最上階です。南に向いてる部屋なので日当たりいいです。広さは 7.6 畳です。一面収納になっていて嬉しい限りです。キッチンも見下ろせます。この物件、何度も見下ろすことできる不思議な間取りです。まさに癖が強いです。収納を開けてみます。ハンガーパイプがあって、下は2段になっている仕様。こちらはもっと細かく仕切られていて収納力アップです。ここはテレビ置き場ですね。設置に迷わなくていいのがいいです。こちらの収納もなんと棚付き。下の収納も同様の仕様です。この右側の収納もハンガーパイプ付きです。見た目より収納力があります。バルコニーです。段差が結構あります。上がるときに足の力を使います。おお、眺望なかなか良い。3階の部屋ですが、部屋の中で結構上がってきたので、実質5階近くの高さはあるのでは。仕様によると、こちらの部屋は、家賃15万9千円、管理費1万円、占有面積 40.35 平米、1DK、2006年9月築です。1階の部屋もあるので、そちらも見てみましょう。あ、この部屋は、電気つくのね、よかったです。ここも階段が長い、最上階がはるか上に見えます。こちらは、水回りです。ライトのせいなのか、
チカチカします。ご視聴の際、ご注意ください。チカチカするのでこちらは、倍速でいきます。奥に部屋がありますね。入ってみましょう。ここがサービスルームの部屋になります。広さは 4.5 畳です。部屋として十分使える広さです。上がトップライトになっています。その他に窓はありません。給湯器がめちゃくちゃ高い位置にあります。交換時は、大変そう。収納力抜群です。また上がります。大腿四頭筋が鍛えられまくりです。キッチンです。広さは 6.5 畳です。こちらは、先ほどの部屋とは違いロフトがありません。キッチンの仕様は先ほどと同じです。最上階に上がります。こちらの広さは 6.9 畳になります。玄関がはるか下に見えます。この部屋の収納も先ほどと同じです。1階の部屋ですが、高さ感覚は2階相当といった感じです。通りからの目線は気になりません。こちらの物件は、家賃17万5千円、管理費1万円、占有面積 49.65 平米、1SDK です。今回の物件、かなり癖が強く、他にはない間取りで、結構良かったのでは？こんな癖が強い不動産を紹介していきますので、チャンネル登録をポチッとよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。